こんにちは、シェルプラネットです。今日紹介する生き物はこちら、ボルネオコブコシビロウダンゴムシです。インドネシアのボルネオ島に生息する体長4から5ミリほどの非常に小さなダンゴムシです。グレーの体表にゴツゴツとした突起が並んだユーモラスな見た目です。ボルネオコブコシビロダンゴムシという名前は流通名で、正式名はまだついていないようです。それではボルネオコブコシビロダンゴムシの飼育方法について解説します。小型種を飼育する際は観察のしやすさを優先してセッティングしています。飼育容器は小さいプラケースを選びます。床材は腐葉土と昆虫マットを混ぜて薄く敷いています。本来は深く潜るのが好きな種です。観察できなくても気にしないという方は厚めに敷いてあげてください。高い湿度を好むため水苔も入れます。そのまま使うと隙間に隠れている個体を見落とすことがあるため、細かくちぎってから入れます。シェルターはクヌギの樹皮を使っています。ただ樹皮裏に隠れていることがほとんどないので、入れなくても問題なさそうです。餌は床材の腐葉土をメインに食べてもらい、おやつ程度に小さくちぎった干しエビを与えています。がっついて食べているところを見たことがないので、無理して与えなくても良さそうです。飼育温度は25度を目安に高めの管理です。湿度も高めの管理です。水苔にたっぷり加水しています。参考までにボルネオ島の気温と湿度をお伝えします。気温は年間を通じて27度前後、湿度は約 90%、 かなり高温多湿な環境ですね。このダンゴムシはかなり丈夫な種類なので、多少温湿度に差が出ても元気にしています。一度の出産数は少ないものの、安定して繁殖もしてくれます。ちなみに赤ちゃんダンゴムシは小さすぎて動いてくれないと砂粒にしか見えません。見落とさないように床材はなるべく交換せずに、新しいものを足すか、生体を取り出した後もしばらく保管し、子供が成長するのを待つのが安心です。生体価格はヤフーオークションにて13匹1万円で落札しました。この機会に小さなゴツゴツダンゴムシ飼育してみてはいかがでしょうか。今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。